熱トヨタ広島プレゼンツ地域の宝物を発掘するプロジェクト、熱トヨタ広島福山東店。営業スタッフ山下さんのおすすめは、地元産のフルーツを使ったスイーツのお店がありますよ。甘いもの好きなんよね。俺もスイーツ大好き。この新型のはさ、車内もますます広くなったように感じる。確かに ね、サードシートを上げると、ラゲージスペースも広いからすごい便利よね。ここじゃスモールメイクショップね。なんか地元で愛されてそうなお店だ ね。こんにちは。お、雪菓子がいっぱい、あ、見て、ケーキもいろんなのがある。美味しそう。じゃあ美味しそうのいっぱいじゃね。地元の果物などを使った体に優しいものを提供できれば、でなおかつ美味しいものができればより良いかなと思ってやらせていただいてます。広島県のオレンジを使ったオランジェットというものがありまして、オレンジにチョコレートをかけて食べるというものなんですけども、割と人気があって、遠くの方に福山のお土産みたいな形で使っていただければありがたいなと思います。冷たいものも準備させてもらってます。あのメロンをそのまま使ってフローズンドリンクにしてみたりだとか、熟れたものをそのままミキサーにかけて凍らした上でフローズンドリンクとして提供させていただいてます。やっぱりこの暑い時期はね、メロンスムージーいいよね。いいね。私はこのオランジェット大好きなんよ。これオレンジが思ったよりジューシーで、なんかしっとりしとってチョコレートによく合う。美味しい。うん、メロンが濃い。しっかりメロンだね。来てもらったお客さんに気に入っていただいて、お友達を連れてきてもらうっていうことがやっぱ一番多いんですけども、そこでやっぱり選んでもらえるっていうのは一番やっぱ大きい、喜びになってると思います。ネッツトヨタ広島で宝物をゲット。スモールベイクショップのドリンク引き換え券など福山エリアの豪華プレゼント、さらに10月15日16日ネッツトヨタ広島壁店で朝北区のいいものが集まったイベントを開催する予定です。イベントの詳細や応募方法はネッツトヨタ広島のホームページをご覧ください。